はい、どうも無名でございます。今回10キルドンカツできたんですけども、その時に普通に撮ってなかったんで、実況してなかったんで、まあ後付け実況になるとは思うんですけど、まあ、少しでもね立ち回り参考になっていただけたらなと思います。はい、最初ねショットガンしか拾えなかったねさあ敵を探していますが、敵もねいい感じに武器を調達し始めてますね。なのでちょっと一旦引いて奇襲をかけるという形でいきましょう。今の当たんなかったみたいね。ちょっとショットガンがね使いにくいねショットガン苦手なんだよね。嫌いじゃないんだけど、なんか使ってみるとあんまりね当たりにくいからね、俺としてはちょっと苦手かな。相手ここで伏せてくれたのが見事だったんで、もうそのまま伏せてきた相手にショットガンかましております。もう車で逃げてる人もいますね。そして探した時に目の前の家にいたってのが分かったんで、ここでしっかり倒しております。ここで敵を発見しましたね。で3連で撃つんですけど、ここまあ3連じゃなくてもいいかなっていう感じはしますね。敵を発見、ここでしっかりと当てていく。そして階段付近にもいたんで、ここはねしっかりと伏せ打ちをしてますね。伏せ打ち、ここでね、遠くのね、セントラルじゃねえな、トレインにいる敵を見つけたんで、ここで遠距離から腰打ちでしっかり当てていくという感じですね。6人キル。アンチに入って、ここで回復しようと思ったんだけど、足音っていうのがなんか気配が感じたんで、ちょっとすぐ移動して、ここでしっかり倒して7金キル。7金キル?7人キルですね。
さてここで正面にいるのに気づいて、しっかり AR をぶつけております。ここでね、屋上にいるのに気づきましたね。屋上にいるなーってことで、こっから腰打ちで、腰打ち AR でね、仕留めに行っております。さあ、相手は8スコを持ってるのかどうかだよね。当たりましたね、こっちの攻撃が。あっちの攻撃か。あっちの攻撃が当たって、ちょっとダメージ食らいましたね。こっちの攻撃が頭に入ってるかわかんない。今2発入りましたね。ちょっと見えなくなりましたね。で、ここで、一旦、車で移動します。アンチが近づいてますね。スポドリを飲んで、で、このね、スポドリ飲んでる時のこの謎の動きなんだけど、まあ、ヘッドラインを避けるっていう感じでやってますね。ここで敵がね、小粒だけど見えたね。マンション側の敵もいたんだけど、とりあえず、後ろも警戒しながら、前のあの小粒の敵をね、狙っております。うん。小粒が見えたんで、しっかりと狙っていきます。相手が動いてるからね、ちょっと当てづらいなってのがあるんですけど、後ろを警戒しながらね、後ろを警戒しながら、いるのを確認してここで撃ちます。倒しましたね。9人キル。あと1人、さっきのマンション側の人ですね。ただ回ってるかも、なんかね、裏取りしようとしてるかもわからないので、自分の裏のね、後ろ側も警戒しながらやっていった方がいいかなと思いますね。うん、正直ね、回られてる可能性があるから、どこにいるかね、本当に把握ついてないです。俺の中でも、この中でも。今、いた？多分ゲーム中の俺は気づいてないんですけど、いた気もするな。でも分かんねえわ。いないね。ここで右を見た時に敵が回ってきてるのを見ましたね。ここで10人キルトンカツということですね。